うわ、あ、じゃあちょっとちゅーちゃん歩いてみようか。これで待ってな、足折る、足折る、お手手も折る、手はなんかいけんねんな、つぶって手長いんや、てか足が短いんか。こうやるじゃないですか。はい、つぶ歩いてみて。歩けへんねんな。なんで歩けへんやろ。歩けてる？ちょっとやっぱ変なんよね。ちょっと嫌やな、それな。あ、でも全然マシ。昨日までなんか足が曲がらへんくてすごい変やったけど。とりあえずそれでいいって、無理やったら抱っこして帰ってこようか。行きますか、お散歩。かっこいいな、ちっちゃんそれ。雨やからちゃんとこれもかぶってな。ちゃんとそれかぶっていくんやで。雨やしな。クールやん。ほら、ちょっと後ろ足なんか変な感じな、わかります？な、ごめんな。でも行く、それで行く、行こっか、それでな、ごめんな。病んでたから脱ぎました。そしたらめっちゃ歩く。やっぱ気持ち悪かったんかも。ほいほい、ここいてな。見た感じやっぱり後ろの足が、ここが長いっていうのはまず一つでしょ。あとここを何回も折っちゃうから膝が入らへんくなって、曲げにくくなることによって歩きづらくなってると私は考えました。なのでちょっとここを修理していきたいと思います。あー、もったいないよー、戻せるか不安。あー、うわ、あ、1個目。あ、測るとかしんかったけど大丈夫かな。まあいいか、測っとけばよかった。まあいいか、もうしゃあないしゃあない。ここまで来たら2個目。あー、いけるかな。やめといたらよかった。ちょうど今入ってるニット生地の糸が青でした。完璧。直すためにこの色を買ったに違いない。やっとできたけどめっちゃ失敗した。まずこっちはまた成功な方、成功やけどリブが短い。こっちはリブの長さはいいけど裏返し。もうボロボロや。でもまあいいね。オッケーオッケー。粒用にしたからちょっと汚くなってるけど、一回ちょっと試着させてください。試着ってかもうこれで決定やねんけどな。はい、ちょっと待って。チューブどう？ちょっとこっち来てみて。え、あれ、まだ歩けへん？すぐ座っちゃうな。なんですぐ座っちゃうの？なんか動きづらいの？おいしょ。なんか変じゃない？長さは良くなったけど、なんか歩きづらそうなんですよね。単純に気になってるだけ？これちょっと開けてみる？これはどうしてあげたらいいかわからん。よいしょ、おいで。あ、あ、ちゃんと足動いてる。ちょっと聞いてみて。
歩ける？いけそう？ちいちゃんいけそう？よし！よし！いけそうかな？